熱血高校胴上げ部、こんにちは、スクです。熱血高校胴上げ部やっていきます。実際にさ、胴上げってさ、どれぐらいまで高く上がるんだろう。チアリーディング的な、新体操的な、そういう人たちかな。やっぱすごい上がるのって、てかまあ他でそんな上げるなんてことしない。全然わかんねえ。もうちょっと、あとちょっとでレベル上がる。あとちょっとよ、頑張って。部員のみんな、もう腕がパンパンでしょうけど頑張って、私のために頑張って。800、はい、1400、あ、下がっちゃった。早くタップしすぎると下がっちゃう。かといって遅くタップしすぎると、あ、また下がっちゃった。こうなるんだよね、遅くタップしすぎると。まあ、あ、レベル5になった。やった。お、なんかすげえ応援団みたいな、かっこよく、かっこいい格好になってる。これはいよいよ、いよいよって感じじゃない。いよいよ、いよいよ宇宙に飛び立つ時がやってくるんじゃないのか。いいよ、2000、おおおお、いいよ、久々の宇宙。はい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 、はい、4000。もうちょっとで5000。はい、5000、7000、8000。おー、16000。おー、32000。いやあ、むずい。この帰りに、帰りのこのタイミングはもうほんとわかんないね。帰りのタイミングが、お家に帰るまでが遠足ですよね。この胴上げ部の手元に帰るまでが胴上げですよね。そうですよね。さすがレベル5だな。この1000m、え、1000m 行くまで早くなってんな。あれ、なあ、ちくしょう。胴上げ部せっかくパワーアップしたのにうまいこといかねえぜ。もっと連続で宇宙まで飛ばしてくれ、俺を。うわぁ、宇宙飛行士に俺はなる。1000いった。うおぉ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 。あれ、下がっちゃった。うおぉ。ちょっと叩くのが早いのか。お、5000。うおー、かといって油断すると落ちるからね。うおーあ、微妙。あー、下がっちゃう。きわどいんだよね。お、おー、もうちょいで1万。はい、12000。あれ、もうなんで。ちょっともう少し上の世界を見たい。見させてくれ俺に。レベル5の応援、応援部じゃないレベル5の胴上げ部のみんな、頼むぜ。私を宇宙へ連れてって。いいんじゃない、バイバイゲームで来てるよ、バイバイで。はい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 、おーし。あれちょっと、もうちょっとマジで本当に上目指したい。だんだん下がっちゃった。お、上がった上がった。よし、上がったよ。はいはい、1万いったよ。はい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 、はい、
うん、だいぶ下がったはい、よしよし、17,000。はい、早かったじゃない。もう一度、やっぱ親指でいいや。親指でこうたたためて3回こう3回頑張ってるんですよ。3回じゃなくて2回でいいな。いいよ、ちょっとずつですけど上がってますよ。はい、上がってます。はい、いいねいいね。おーし、15,000。うい、2万、3万。はい、あちょ、もう本当に戻りが早すぎてわかんないんだってば。部員のみんなが見えないんだよ。早め早めに、何事も早め早めに。ね。遅刻厳禁。ね。お、レベル上がったんじゃない？もしかして。なんか今、レベルのメーターは、どっか行った。あ、ちょっと増えてる、ちょっと増えてる。ってことは、レベル6のところにもう行ってるってことだな。おっ、よし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 。おっ、もっと早くないとダメだ。やった、レベルアップ。おお、白くなった。かっこいい。いよいよなんか、我が精鋭部隊って感じ。具体的に何がどう強くなってるのかさっぱりわかんないけど。きっと上に上がる加速が良くなってるんでしょう。できれば落とすタイミングをさ、多めに見てほしいんだけどさ、そこの能力上がんないんだね。まあそこ甘くしたらもう面白くなくなっちゃうからかな。でも難しいんだよ、これ。かなり難しいよ。シンプルなのにめちゃめちゃ難しい、これ。この押していいタイミングみたいのが多分高く上がれば上がるほど変わっていくんだよね。東京タワーぐらいで押せばいいかなっていう段階は今の段階までで、おそらく1万越したらもう東京タワーじゃ遅いんだよね。東京タワーに差し掛かる前に押さないと、今ちょっと早すぎたかな。今東京タワーぐらいかな。で、今はこの国会議事堂ぐらいで、よし、おーおーおーおお、46,000。あー、だいぶ早かった、だいぶ早かった。おお、だいぶ早くてもこんなに行くの。おお、上になんかある、月、あれ、月何あれ。だいぶ早い、もうだいぶ早い。もうピサの斜塔の3分の2ぐらいでもう押してる。月だろ、月だ。うわー。もうピサの斜塔の上ぐらいでもう押していいってこと？そういうことか。だいぶ早く押しても落としてる。そういうことか。もうすんげえ早く押していいんだ。ああ、ちょっと分かったぞ、コツが。きっとね。まだ試してないから分かんないけど。そういうことか。上なんだ、もう。合格ラインが。あれ。甘く見た。あとさ、これどうでもいいけどさ、レベル6でさ、このかっこいい白の応援団みたいなのになったじゃん？次どうなっちゃうんだろう。ちょっと想像つかないの。学ランのさ、かっこいいのが、黒の、レベル5が黒のかっこいい応援団みたいなのだったじゃん。で、それのなんか超精鋭部隊の白バージョンみたいのが、今じゃん？レベル6。次レベル7どうなっちゃうの？金色？ゴールドセイントみたいな、なんかすげえかっこよくなるのかな、さらに。オーラをまとってるとか。気になる。ちょっと、距離を稼いでレベル7になんなきゃ早く。次は東京タワーのてっぺんくらい。はい。よし。で、次は国会議事堂のてっぺん。よし。で、もう一回ぐらいてっぺん行こうかな。はい。よし。あ、ちょっと早かった。下がっちゃった。はい。あ、もっと下がっちゃった。よし。よし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 。で、国会議事堂の上らへん。よーし。よーしよ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 し。次は、あ、早すぎた。とか言ってもう連打してた。うわー。レベル7に行けそうでいけないな、なかなか。
あ、でも冗談抜きで親指が痛いんだよね。結構力込めてって連打してくる。ああもう、ああ、でも親指が痛いからってなんだ、それがなんだって言うんだ。この胴上げ部のみんなはもう両腕がちぎれんばかりの過酷な環境にいるにもかかわらず、何度も何度もこうやって全力で上げてくれているではないか。親指が痛いくらいね、なんだ、俺も負けずに頑張らねば。はい、よよよよよ、東京タワーの、はい、よし、はい、ぼちぼち国会議事堂の頭らへん、はい、ここらへん、よし、はい、いいね、1万8000か、じゃあ国会議事堂の上だな。はい、よし、次はニューヨークの、膝らへん、はい、あ、早い、だいぶ早い、うわ早い、新しい変な目標を立てちゃダメだな、今までの中の目標でいかないと。